私キムヨンノクは神谷ユリエをスマッとし、嬉しい時、辛い時、悲しい時、幸せの時、いかなる時も共に分かち合い、互いに理解し、互いに感謝し、お互いが育ってきた元地区のお家、ヨンさんのお家のような温かい家庭を築き、共に年齢を重ねられる喜びを忘れず、一生ユリエを愛することを誓います。からお越しの皆様、神父の失礼しました。神父の父親の神谷義弘でございます。本日は2人のためにわざわざ遠くまでご臨席いただいたこと、本当にありがたく心より感謝申し上げます。異なる国の2人の結婚ということで、キムさんご一家と私たちはこれまで互いの国を行き来し、幾度となく話し合い、食事を共にし、理解を深めてまいりました。国や言語は違いましても、私たちは驚くほどよく似た家族であり、今では両家とも心の底から2人の結婚を祝福したいと思っております。とはいえ、これからの2人の人生にはまだまだいくつもの課題や出来事があろうかと思います。どうかご臨席の皆様にはこれからも末永くご支援ご厚情を賜りますようにお願い申し上げます。また本日の結婚式は日本の結婚式とは少し異なった趣でございますが、ぜひこの機会を楽しんでいただきたいと思います。それから先ほど司会が触れました結婚宣言につきましては、この後私が韓国語でトライをいたしますので、その時にぜひ一緒に拍手をお願いいたします。本日は本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
일본의 부모도 우리나라 부모들과 전혀 다르지 않습니다. 앞으로 사돈 인연을 맺은 가미야상 집안과 우리 가족의 변함없는 유대감은 물론 신부 유리에와 신랑 영록이가 늘 서로의 사랑과 존경을 아끼지 않는 멋지고 아름다운 가정이 될 수 있도록 여러분들께서 많은 격려와 용기를 주셨으면 합니다. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to, I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away.
ゴールドマンサックスで働いてる時の同僚で、まあ、マネージャーみたいなこともやらせていただきました。ではお二人の幸せな結婚生活を祝して乾杯。初めて女に見えた瞬間ということですね。はい、まあ、建前の答えをするのか本音のか東大をするのかということになると思うんですが、前置きが長い。去年の9月、そう、酔っ払ってですね、この、まあ、揺れのごとですね、知ってる方々は分かると思うんですけど、そんなこう可愛い子ぶるタイプではないですよね。で、去年の9月、そう、去年9月酔っ払って初めてこう可愛い子をぶった時には可愛いなぁと、すいません、ちょっと長くなって申し訳ない。いつだよそれ。適当今。